北海道炭鉱鉄道62430型はかつて日本国有鉄道の前身である鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。本形式の総数は5両であるが、経歴的に1906年の北海道炭鉱鉄道の国有化によるもの2両と1911年の博多湾鉄道との機関車の交換によるもの3両の2種が存在した。 携帯はドイツ製らしく、かっちりとしたアウトラインを持ち、ボイラー中心よりも低い位置にオフセットされた煙室扉が特徴的である。弁装置は外側型乱式。側水槽のほか、大枠内にも水槽を持つウェルタンク機である。1430、1431の所言を示す1900年に、ドイツのハノーバー機械製造会社から2両を輸入した。 車軸配置0から6から0の蒸気機関車である。同社では N 型後とを形と称した。この2両は九州の近辺鉄道が発注したものだが不況の煽りで建設工事が遅延し免許執行、会社解散となったため北海道炭鉱鉄道が引き取ったという経緯がある。 同時に発注されていた0から6から0経営サイドタンク機関車2両は半角鉄道に引き取られて2040型となっている。これが1906年の施設鉄道国有化に伴って1909年に制定された鉄道員の車両称号規定により1430型と解消された。この2両については国有化後も北海道で使用され、 1920年に廃車となった。これらは九州の八幡製鉄所に譲渡されて97、95と不番され、さらに1952年に352、351と改番されたが、運転室やシリンダなどに大幅な改造が行われ、1963年まで使用された。1911年2月には、 鉄道員が保有していた重計5両と交換で、博多湾鉄道が所有する多少寸法の異なる1903年製の同系機産量が、国有鉄道席に入り、本形式の1432から1434に編入された。こちらは、実際は、ハノーバー製ではなく、ヘンシェル社が、現代で UOEM 生産をしたものである。製造番号は、 ハノーバーでは4022-4024、ヘンシェルでは6326から6328である。この3両は入籍後直ちに中部鉄道管理局、ついで東部鉄道管理局に転属し、さらに1917年に北海道に転属した。1922年8月には1432が、 和西製鉄所に1923年3月に2両が九州の小賀工業に払い下げられた。和西製鉄所に譲渡された1432は旧1941年に S-312 と改版され、原型を保ったまま1963年まで使用された。小賀工業に払い下げられた2両は釈農の採掘専用繊維で使用された。 番号は特に付されなかったようである。そのうち1434に相当する一両は日本系金属清水工場専用船に移って2となり、釈迦能に残った一両は1960年に解体された。ありがとうございます。